リ TV をご覧の皆さん、こんにちは。ビームスジャパン渋谷店の上原と申します。本日はビームスジャパンで取り扱いのある B 印吉田のアイテムについてご紹介いたします。本日ご紹介するのはウォーター×B 印吉田の別注アイテムの大和ポーチについてです。こちらは大正時代から昭和にかけて実際使われていた帯をアップサイクルしたサスティナブルなアイテムとなっております。でこちらにアイテムレイアウトしてるんですけれど、一点一点柄が全部異なっていてアソートになってるので、お好きな柄だったりを探して楽しめるようなアイテムになっています。その使われてた帯の上からこの PVC 加工っていうこのビニールの膜を乗せることで、雨だったり雪だったり、天候に関係なく使えるような仕様になっています。一番初めはこういう感じで三角ポーチとして使用するような用途が一つで、もう一つがこちらのジップを開いていただいて、このジップのループにこの持ち手を通すことでスクエア型のポーチに変わります。これでまただいぶ三角ポーチとは違った見え方で気分に合わせて変えることができます。というわけで、いかがだったでしょうか。まだまだ B 印吉田のアイテムでご紹介しきれてないアイテムが多数ございます。ビームスジャパン渋谷新宿京都とかなり限られた店舗での取り扱いになるので、ぜひ皆さん気になる方は店頭の方にお越しください。それで今回のアパレ TV は以上となります。本日もご視聴ありがとうございました。